こんにちは、さゆりです。このポッドキャストでは日常のことを分かりやすい日本語でゆっくり話します。今回はフムスについてです。私はフムスが大好きです。クラッカーはもちろん、野菜、きゅうりや人参、セロリにつけて食べるのが好きです。最近リンゴにつけても美味しいことを知りました。でも実は日本ではあんまり人気がありません。というよりも知っている人が少ないと思います。どうしてだと思いますか？私は少し考えました。どうしてこんなに美味しいのに人気がないんだろう。私が出した答えは材料にあります。フムスのメインの材料のひよこ豆です。ひよこ豆は英語でチックピーです。日本でひよこ豆を買うのはちょっと大変です。ひよこ豆よりも大豆っていうのはソイビーンズですね、の方がよく食べられています。日本でも、大豆は作られているからです。日本で買えるひよこ豆は外国から輸入したものばかりです。私がフムスを作るとき、本当は乾燥したひよこ豆を使いたいのですが、一般的なスーパーには乾燥ひよこ豆がありません。少し味は落ちるけど、缶に入ったひよこ豆ならあります。でも全てのスーパーにあるわけではありません。私は缶詰のひよこ豆でフムスを作ります。材料はとてもシンプルです。塩、オリーブオイル、ニンニク、ニンニクはガーリックですね、レモン汁、レモンジュース、練りごま、セサミペースト、スパイスを入れてもいいです。パプリカ、クミン、パクチーなど。パクチーはコリアンダーとかシラントロのことです。はい。ちなみに日本でタヒニを見つけるのは難しいです。だから練りごま、セサミペーストを使います。タヒニは生、加熱していない練りごまのことです。だいたい日本のごまは加熱しています。もし日本に住んでいてタヒニが買いたい場合は業務用スーパーがおすすめです。知っている人もいるかもしれません。業務用スーパー、はい、300円ぐらいです。はい。これを、この材料を全部ミキサーにかけて出来上がりです。簡単ですね。皆さんはフムスが好きですか？手作りしますか？おすすめのスパイス、材料はありますか？どうやって食べるのが好きですか？パンですか？クラッカーですか？野菜ですか？よかったら教えてください。じゃあ今日はこの辺で。バイバイ。